UQ モービレのロゴ UQ モービレは KDDI が提供している AU4GLTE を利用した移動体通信事業であり、同社のメインブランドの AU に対してこちらはサブブランドである。ただし沖縄県では KDDI ではなく沖縄セルラー電話の事業となっている。なお沖縄県を除く地域の UQ モービレ事業は2020年10月1日に KDDI へ移管された。沖縄県での事業は沖縄セルラー電話へ移管された。2010年代中盤にそれまでの日本では少数だったシムロックフリースマートフォンが多数発売されるようになりシムフリースマートフォンとのセット販売をも論んで新規参入が相次いだ MVNO への大手キャリアからの顧客流出を危惧していた KDDI が2014年8月に 設立した子会社 KDDI バリューイネーブラーで同年12月にサービス開始した仮想移動体通信事業者のブランドである。なお、同じ2014年にはソフトバンクのサブブランド Y モービレも登場している。その後、2015年10月に KDDI バリューイネーブラーが UQYMAX を展開する UQ コミュニケーションズに吸収合併され展開されて、 いたが、2020年10月に、KDDI が、UQ コミュニケーションズから、UQ モービレ事業を継承し、同社が運営する、マノとなった。最新ハイエンド端末を中心に販売し、大容量のデータ通信や、長時間通話を行うユーザーを、主なターゲットにした、メインブランドの au とは別に、格安を謳う MVNO に対抗するための、ライトユーザー向けブランドとして、 サービスやセット販売で提供する端末をミッドレンジ以下の機種に絞り事業展開している。また、全体的に Y モービレの料金プランよりも無料通話分を減らし通信容量を増やしているのが特徴で販売される端末は一部を除いて SIM ロックフリーである。UQ モービレ SIM カードオールトプランは SIM ロック解除済みの AU4GLTE のオールトに 対応の端末のみが使用可能である。ウェブの閲覧やメールの送受信などのデータ通信と音声通話を同時に利用できる。auAlt 対応機種同士、au の 4GLTE エリア内で高音質、通話を利用できる。2015年11月17日から対応する SIM の取り扱いを開始した。ターボ機能を ON にすると通常の速度で通信できる。 ターボ機能がオフの場合の最大受信速度はとなるが、データ容量を消費せず通信できる。7 5イト以下のバースト転送に対応しているため、1回の転送あたり7 5イト以下の通信であれば速度制限なく利用できる。ただし、3日間で6ギガバイト以上利用で、翌日の昼頃翌々日の昼頃まで速度制限される。 UQ モービルの料金ウォルトの場合は、プラン名称の末尾にがつく。ウォルトの場合は、プラン名称の末尾にがつく。仮想移動体サービス提供者として、AU4GLTE を仮想移動体通信事業者へ提供している。ありがとうございます。